皆さんこんにちは。大阪の皆さん元気ですか。ありがとうございます。 EXILE ウタさんです。もう一回拍手。やばいですね。ありがとうございます。今日はこのダンスフェスティバル、お越しいただいて本当にありがとうございます。なんかね、今袖の方とかでちょっとパフォーマンスを見ていただいてたみたいなんですが、どうでしたか、このステージで見ていただいた感想。そうですね、午前中はキッズたちがね、すごい可愛く踊ってキレキレだったし、めちゃくちゃ見ててハッピーになりましたし、今のね、高校生なんかはもう大人たち、プロの人にもね、もう慣れるんじゃないかなって思うぐらい嬉しい言葉ですよ、高校生。迫力のあるダンスでしたね。ありがとうございます。さあ、まあね、皆さんご存知ですが、ね、EXILE さんはもう世界中でね、いろんな活動されてますけども、で今ちょっとね、尽力されてる、力を入れてる活動があるみたいなんですが、どういった活動をされてるんですか。そうですね、まあずっと踊り続けてるんですけど、まあ簡単に言うと、EXILE の時代もね、いっぱい踊ってたんですけど、それだけじゃ足りずに、世界中にはいろんなダンスが溢れてるということで、世界中のダンスを踊ろうっていうプロジェクト、ダンスアースっていうね、プロジェクトを立ち上げました。で、今まで二十数カ国踊って、で、その後日本の祭りをですね、二十何カ所踊り続けてですね、そこで感じていくことを自分の心だけに留めておくのはもったいないということで、本に書いたり、映像作ったり、お芝居にしたり、フェスを作ったり、そんなように冒険を表現に変えるっていうのが僕のライフワークであるダンサースのプロジェクトですね。もうほんまにもうダンサーからしたらもうほんまありがたい存在で、もう頭上がらないですほんまに。ありがとうございます。ありがとうございます。何やらね、今ちょっとね、いろんなプロジェクトある中で、なんか結構ね、公共の団体というか、大阪府とかとなんか一緒にやってることが、プロジェクトが何かあるみたいなんですか。そうですね、まあ、そのダンスの旅の中でですね、やっぱりハッピーなこともたくさん出会ったんですけれども、一方ではやっぱり、悲しい出来事にもたくさん出会い、まあ、元気のない人たちもたくさんあったんですよね。そんな中でやっぱダンスの力を使って、もっともっと元気を広げていきたいっていう思いが強くなって、いろんな取り組みをしてるんですが、まあ、世の中にもいろんな課題があると思うんですけども、日本ではダンス教育が2012年からスタートしましたね。小学校や中学校で、教育としてダンスが必修化になりました。だけども、学校の先生方はですね、ダンスがやったことないということで、教えるのすごく困っているというね、話をたくさん聞くじゃないですか。そうですね。そこで僕も何か力になれればということで、いろんな自治体と、提携してですね、ダンス教育の方で、先生たちにダンスを教える活動だったりとか、やってますね。大阪では、松原市というところと提携して、オリジナルのダンス体操を考えたりしてますね。ダンス体操ということですが、これでも松原市と、提携しているということですが、ダンス体操というものの内容がなんかね、結構詳しく何か言うと、どういった考案したきっかけなんかは何かあるんですか。そうですね、きっかけはシンプルなんですけど、僕も子供の頃に、ラジオ体操を、で体を動かしてテンションを上げてきたんですね。で、まあ、現代にもっと、ビートだったりダンスの要素を加えたらより楽しく体を動かせるんじゃないかと思って考案したのがダンス体操ですね。わあ、すごい、これはぜひね、皆さんと一緒にね、これ多分何年後かの夏休みはこのダンス体操をみんな公園でやってるようになればすごくいいですよね。そんな夏休み過ごしたかったですね。公園からビートドゥッツッタッ最高じゃないですか。素晴らしいことだと思います。で結構、見て見よう見まねで簡単にできるような体操の動きと、ダンスの基本のリズムが入っているので、そうですね、まあダンスがやったことない方にもダンスの楽しさが感じていただけるような体操になっているかなと思います。楽しみですね。ということでね、このダンス体操を皆さんでやりませんかということなんですよ。せっかくこんだけねお客さんもいますし、そして何より皆さん、その撤去させていただいたこのスペース、ここをもう最大に利用したいので、ここもぜひね、今ダンサー、そして高校生ダンス部、そして大人も子供も入り乱れて、ここの前に来ちゃいなよってことですよ。皆さん誰が先に来るかな、おいでおいでや、おいでや、いいね、ちょっと一緒に動かしましょう、一緒に、わー最高だ、最
宇佐さんが階段降りてくれますよ、皆さん集まれ集まれ、よし、あ、めっちゃ並ぶいいですね。じゃあ大人もいいですよ、大人も高校生も大学生もいいですよ。そうですね、せっかくなんでみんなで体を動かして温まりたいと思います。うわー、まあ、最高な景色やなこれ今日、素晴らしい。遠慮せずに皆さんね、楽しんでダンスします。ここ空いてるよ、ここ空いてる、ここまで行ってもいいよ、いいよ、みんな来てね。ただね、ぶつからないように、危なくないようにやりましょうね、皆さんね。はい、はい、素晴らしい、大きい子も。これってやっぱダンスの力ですよ ね。この老若男女が楽しむということは素晴らしいダンス、はい、もうほんまに素敵なカルチャーだと本当に思っております、はい、さあ、この皆さん集まったところで、はい、大丈夫ですか、もう始めちゃいますよ、うん、みんなおいでや、うん、うわ、すごいな、すごい、素晴らしい、お、キチキチやな、ちゃんと気づいて、動くからね、みんな動くから、ちょっと広がったりとかしてね、ちっちゃい前慣れできるぐらいはね、欲しいかな、うん、回れるぐらいは、はい、そう、回れるぐらいは踊るよ、みんなしっかりとさあ、ここまで前にもお客さん来ていただいて、ダンサーの皆さんも集まったということで、皆さんやりますよ、今からダンス体操を、はい、覚えて帰ってどんどん広めて、あの近くの公園とかでどんどんやりましょう、みんなでやって、それでダンス広めていこう、はい、ありがとうございます、はい、さあ、じゃあ準備はいいかな、皆さん、はい、皆さん踊る準備はできてますか、できてますか、できてますか、声裏返ってもだけど、ありがとうございます。それではね、せっかくなのでここからダンスレクチャーの方、はい、お願いしたいと思います、はい、それでは、まあ、僕一人だとね寂しいので、今日は EXILE が、やっている EXPG っていうねダンススクールから大阪校のみんなが来てくれました。どうぞ拍手、大阪校の皆さんでーす、かっこいい、かっこいいな、まあ、このダンス体操ね、まあ、説明しても、はい、もうとても簡単なのでみんなすぐできると思うので、2個ぐらいポイントだけ、はい、一応レクチャーしていきます。ぜひお願いします。体操の最後の方に1列になって集中トレインというフレーズが入ります。そしたら見たことある人いるかもしれないけど、このぐるぐるって回る、やった、これをみんなでやりたいと思います。ちょっとじゃあ一列、じゃあ見て、まあ、お手本をね、はいはい、見てもらいましょう、はいはい、基本的には大きく回ります、円を描くように回ります、はい、ジョンスやっぱりね、乗ってきたらね、まあ、わー最高はい、これ逆回りもやります、あ、逆回りもやります、はい、そうですね、まあ、今日はいっぱい一列作るの大変なんで、うん、その場でやりましょうか、あ、その場でね、はい、あのもし仲良しがおったら ね、あの縦に並んでもいけるかな、はい、もうちょっとね、あのせっかくなんでステージの方で見たい人もいるんで、はい、ちょっとスペースも取りつつ、うん、ね、前の方全然ゆっくりとね、あの譲り合ってきてください。一応家で家族でやるときのためにポイントを、はい、お願いします、ぜひお願いします。頭、前の人の頭が動いたなと思ったら1個分ぐらいずらしてついていくと綺麗なダンスになりますね。誰でもできる、これ1個分です、頭1個分ずれたらやるってことですね。そうで、やっちゃいけない中心トレインは、はい、重なってもらっていい、重なっちゃうと、もう一人でやってるみたいに寂しくなっちゃう感じ、はい、必ずずれてください、はい、そして頭1個分、はいはい、そして最後に、はい、自由にジャンプっていうフレーズが入るとみんながばらけていって、あ、本当の最後の最後はめちゃくちゃダンスというフレーズが入ります。はい、めちゃくちゃダンス、めちゃくちゃってどんなですか、どんなんかな、おお、上手にやるね、そうだね、めちゃくちゃっていうことは何でもありってことです。あ、ダンスにはいろんなステップ決まりがあるけど、本当は何でもいいんだよっていう、何でもダンスになるんだよっていうのがダンスの楽しさだと思うので、はい、そのめちゃくちゃダンスは自分が思う楽しそうな動き、何でもいいです、チャレンジしてみてください。いやー、はい、最高ですね。もちろんね、あの腕だけでも全然参加できるところがあると思うので、ぜひね、あの後ろの方の大人の方々もあのぜひ参加していただけると盛り上がっていけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、そんな感じでありがとうございます、皆さん、戻ってみましょうか、はいそれではじゃあ準備、もうさっきも待ち遠しそうなので行きましょうか、はい、それでは宇佐田のが急だし、はい、始まればもう皆さんもしっかり乗って楽しんでください、はい、それではお願いします。みんなで踊りましょう。
ダンス体操ミュージックスタート。ダンス体操、まずは頭の上で手を叩きましょう。ありがとう。